ローラーボール、またはローラーボールペンは、ボールペンのうち、水小インクを使うものを指す。水小ボールペンとも言う。一般的に、油性ボールペンよりも、弱い筆圧で書くことができ、よりくっきりした線を出せる。インクが水性なので滲みやすい。万年筆よりインク詰まりなどのトラブルが少ない。線の強弱は、万年筆の方がデリケートに表現できる。メーカーによっては、 油性ボールペンのみをボールペンと呼び、水性ボールペンをローラーボールと称している。例えば、日本のメーカーであるパイロットの商品カタログでは、ボールペンというカテゴリーの中に、油性ボールペンと水性ボールペン両方を含むが、ペリカンなどの欧州のメーカーは、水性ボールペンをローラーボールと呼び、油性ボールペンとは違うカテゴリーとしている場合が多い。近年開発された。 ゲルインクタイプの中性ボールペンは、油性ボールペンよりもくっきりした線が出る上に、ローラーボールよりにじみにくい。ゲルインクペンのことをローラーボールと呼ぶこともある。最近はゲルインクが主流になりつつあり、ローラーボールの売り上げは減っている。ありがとうございます。